本日大門佳子様に泣かされた2024年5月26日、18時48分、淡井圭介です。で、ね、巨人が勝ってしまってるでしょ。で、台風の進路なんですけども、もうここから先は多分フェイクだと思いますよ。車を降りた時に淡井圭介さん、ごめんなさい、私が悪かったですと、他の異性と握手しませんって言ってくれるんだったらいいんですけども、喜んで最初握手してるから。あれ、順番があるの。でしかもかかとが両足が浮いてる、無理とか言いながらこう両足のかかとが浮いてるんだけども、最初から握手しなかったり、それぐらいの努力誰でもできてる、ほとんどの人はできてる。で、一般人の生活で異性と簡単に握手するやつなんかいない、まずいない、何十年もいない。僕は何十年も生活していて異性と握手してる方してない、浮気者だ。それをまず謝らなきゃなんない。だ、そういうふうな方法で、他のテレビ局のアナウンサーとかも淡井圭介を怒らせて精神病院行きにさせようとしていた。これは事実、本当に。で、もっと根も葉もないことを言い始めて、その、もともと淡井圭介と結婚話をしていた人間がどこも誰と付き合ってるのか、こっちはわからない。情報提供してくれなかったら。で、付き合ってるのはその恋人として。で、誰と結婚するつもりなのか。それ情報公開してくれなかったら、それは無理や。で、あれこれ考えたり言ったりするっていうのは普通のことであって、で、あいつは誰それのことを、狙ってるだとか、あいつは本当は誰それと付き合ってるだとか、そういう話を根も葉もないことを、芸能界で流して喧嘩を打ってくるやつ、直接一般人の。これは事実。で、そういうふうな無茶苦茶な世界がめんどくさいからっていうことで、精神病院に連れて行っていた奴らもいる。そのやつは絶対そう。その時の言動とか今うっすらと覚えてるから。めんどくさいのよ。もうみんな。この手の話。嫌気さしてんねん。